どうも皆さんおはようございます。おはようございます。とうとうですね、はい、私のバイク150がですね1年を迎えました。ありがとうございます。あっという間ですね。あっという間ですよね。乗りに乗りましたね。でも1年間で1年間乗りに乗りましたね。関西は全て行きましたね。ただあの動画にしてないだけのやつがいっぱいあんねん。まだ いっぱいありますもんね、はい、週に1回なんでね、追っつかないような形ですよね。で、いっぱい走りまくったっていうことですよ。今ですね、納車動画の時にあの最後に入れさせてもらったと思うんですけど、バイクを買っても2000キロしか走ったことがなかったわけですよ。それがおかげさまでですね、今回も1万キロ超えております。1万って相当走ってますよ。走ってますね。車より走ってますね。これもね、視聴者で来てもらったこう藤井さんとかね、松木さんとかヤングさんとかのおかげですよ。確かにね。そうですね。はい、皆さんおかげさまでありがとうございます。150が1歳の誕生日を迎えましたんで、今日はちょっとお医者さんに行って点検してもらうというような感じでですね、私ちゃんと清掃でスーツで点検に行こうかなと。よろしくお願いします。はい、ごめんね、付き合わせて。今日はね、150のね、1年点検の日なんですよ。12ヶ月点検の日なんですよ。誕生日ですね、150。そうですよ。ね、気をつけてくださいね。はい、まあ、まあ、これでことることはあまりないと思うんですけど、やっぱこうね、いざとなると、これちょっとやっと今度ね、体が動かないんでね、おっさんなんで。そのためのあれなんですか、タイヤを鳴らしてるとかそんなんじゃないんですか。まああと関係ないよね。あの曲がるのコツを忘れたらあかんのでね、思い出すとかいうね。もうあれですか、45度ぐらい傾けて曲がったりする感じですか。そんなこと絶対できないですね。その分度器みたいなことできないですね。無理です、無理です。あのね、赤ずくん、あのね、あれから1年経ちましたよ、赤ずくん。早いもんで、はい、早いもんでね。やっぱりね、このバイクはね、やっぱり最高ですよ。改めてね、1年間乗って見た感想、はい、最高ですよ。曲がってる、だいぶだいぶ、はい、もうスラローム余裕ですよ、今やったら。マジか。逆にガチャンってこけたらあれやね、まだそれ意味なんだけどね。そういうのないんすか。全部ダメ。取れ高ですよ、取れ高。すごい、なんかスーツ着て荒々しく振り回してますね。そうやろ、1年前とはちょっと違うやろ。おい、あ、全然怖い怖いって言ってましたもんね。そうやろ、忘れもしません。土曜日ですね、9月22日、昨年の9月22日ですよね。まだ平成ですよ。こいつは平成最後の生まれの年ですから。そっから1万トンで678キロですよ、ただいま。休みの日はほぼ乗ってましたもん、ね、乗ってた乗ってた。2000キロしか乗ってなかったことのない私から言ったら一番乗ってますよ、この Z900RS ですね。 Z900RS、 わかるねえ、恥ずかしいからなんか言えよ、アサミ。あ、そういや、こないだ、はあ、めっちゃキモいライダーおったんすよ。あ、そう、俺の今やった後にそれ言うんか、お前。ほんで、この人の動作で思い出したんですけど、うん、和歌山にこの間家族でちょっと遊びに行っとって、はいはい、前にバイクおったんすけど、うん、山道走ってたら、うん、そいつ立って両手バランスして、うん、うん、それはできへん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 、それはできへん、うん、あと5年経ったらできるかもしれん。うん、前やっとったんですよ。めっちゃ危なくて。うん。ああいうのはダメですよ。あかんあかん、絶対あかんで。怖いっすもんね、後ろの。そう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 。自分らの自信があっても何があるかわからんからね、運転なんて。何やこいつ。俺が優先やな、お前。性能に文句言うわ。止まって。はい。もうええよ、もうほんなら。いやいや、もういきなりごめんって謝ってきてたから、もういいよ。あの一瞬でそんなやりとりがあったあって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 、ここやで、ここ。はい、
待ちくださいね。全然OK。コーヒーよかったらアイスのホット。アイスで。ごめんね。こう前回が、今年の5月ですね。5月10日に7000キロで降下されていますので、まあ大体3000キロぐらい走られていますので、ちょうどまあ3000キロから5000キロぐらいの間で、降下していただければ無理降下。まだ早いような気がするけどな。ちょっと気持ち早いかなと思うんですけど。そうやね。もうちょっと、まあ、もうちょっとだけ走れるかなと思いますんで。あ、もう今回はいいわ。なしでよろしくなりました。今日はですね、今お乗りいただいている最中にこうなんか気になっている点とかって何かございますか？ね、特になしで。あの一応立ち漕ぎ1回だけしてるから、はい、あの一応その、まあ、ハンドル周りを見といてくれるかな。かしこまりました。はい、一応あの点検の最中にクラッチレバーとかブレーキレバー一度外させていただいて、各社グリスアップとか、ね、そういったところをさせていただいて、あ、すごいね。またあのそちらも、見させていただきますので、はい、こちらで、はい、1年点検のみで、はい、入荷の方もさせていただきます。はいはい、お預けさせていただきました。もう一枚いきます。はい、チーズ。あ、これええわ。またガラペ。またガラペ。一緒、俺の人の前で一緒や。またガラペだ。ええね。ね、はい、チーズ。ありがとう。一緒やん。そうですね、カラー変更のみなんで質感はすごい。黒はなくなったよね。黒が人気なんですよ。そうですね、なんか意外と俺タイガーの方が人気なんかな、黒が人気なんですよ。黒好きもね。いいなぁ、いいなあのグリーンね、1年経ってあれやね、今からこれから買う人ね、同じ気分気持ちなんやろね、俺とね。嬉しいでしょうね。ねえ、ちょっとバイク取りに行ってくれ。だけバイク取りに行ってくれ。1時間半ぐらい点検ね。なんかクラッチレバーも見てくれるとかね。なんか全部見るって言ってましたね。うん、どうしよう、あ、ここ壊れてるから、交換しますかとか言うと明日行けなくないよ。なお前思い出した。大問題ですよ。自体こう戻らないような状態になっていくと、こうずっと引きずってるような状態になってしまうので、まあ、そういったところを確認させていただきまして、まあ、特にあの隙間の状態に全く問題ないです。あとはブレーキの具合ですね、こちらも、まだまだ材料としてお使いいただける材料前後ともありましたので、うん、まあ、次回の点検していただいても全然全く問題ないと思います。全部問題ないなこれ。特にすごいやってくれてんねこれ、ありがとう。これもチェーンも方法、今、針の状態は今かなり適正値なので、それからこう貼ってしまうと、ちょっときつめたなといったところになるので、今回は清掃の方させていただきます。あ、そうなんや、チェーン。ありがとうございます。またチェーンオイルですね、あと一緒にサンプルをさせていただきます。はい。そんな形です。ありがとうございます。わかりました。ありがとうございます。これ最高は何本なんですか？まあ、こちら一応評価として A ですか？いい状態なんで、はい。1年目の1回目の1年点検していただきますので、はい、また次回半年後に半年点検の新点検というものを、はい、こちらご覧にして、はい、また、まあ、また長く来るんですね、これ。そうですね、はい、時期的にも来るかなとは思いますんで、ね、36ヶ月までついてるんですか。そうです、はい、なんで、まあ、36ヶ月で車検の時期ですね、はい、そういった点検の時期になります。ありがとうございます。で、
車両は後ろの方にご用意で大丈夫ですか？大丈夫です、大丈夫です。はい、後ろで。はい、本日はありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。ありがとうございます。ありがとうね。行こうか。あとはお気をつけて。はい。はい、ありがとうございました。はい。行きましょうか。やばい、車内に蚊がおる。行くよ。はい。あ、やっぱり違う、150。やっぱり違うよ。ほんまですか？なんか変わりました。やっぱちゃう。俺は最高最高最高って最高しか言うてないやないか。おい、あさみ、どうです、いい感じですか？あ、いい感じですね。もう最高ですよ、150。生まれ変わった、点検をしてもらって150ですよね。1歳になったことで。そうですよ、今日で1歳ですよ。川崎プラザ認定の1歳ですよ。もうクラッチも見てくれたからね、グリス塗り直してもらったからね、やっぱり心持ちなんか やりやすいですよ。あ、よかったですね。明日の出発に、旅路に向けていいメンテナンスになったようで。そうですね、なかなかの、棒読みの喋り方で嬉しかったですよ。これね、右曲がってもらえますか？わかりました、頑張って右に入ります。はい、どうですか、1年前と比べて私のこの乗り方というか見栄えは変わってますか？あ、ウインカーが出しっぱなしで。いや、そんなことは聞いてないわけですよ、私。去年に比べてウインカーが出てるとか出てないとかじゃなくて、乗り方とかどうですかっていう話をしてるわけですよ。いや、もう全然慣れたもんですよ。ですかね。ここですよね、何回も見てるから。去年テレッテってから始まるね。ね、で、あそこでね、すいませんって言ってアサミが言うわけですよ、ね、ああ、一台入られた、入られたから言うたら、いけませんでした。そりゃそうでしょうね。僕でギリカツでしたからね、ギリギリカツですからね、ギリカツですよ。来ましたでしょ。去年と違ってね、私ね、ちゃんと余裕がありますんでね。ということで皆さん、ご視聴ありがとうございました。もうこれあかんな、もう俺んちゃけ。福ちゃんにバレる、福ちゃんバレてる、もう何回も来てる。なあ。